まあ、まずバッティングですかね、はい、あと、まあ、いろいろ声かけであったりベンチの、盛り上げとか、そういう、まあ、数字として出ないところも頑張っていきたいなと思います。大きな目標は4連覇っていうのはありますけど、まあ、先を見すぎずに、1試合1試合みんなで、まあ、いい雰囲気でやれたらなと思います。そうですね、いいピッチャーが多い中でいろんな場面で投げることが増えてくると思うので、まあ、場面に限らずしっかり試合数ってところを目標を持って、やっぱりいっぱいいろんなところで使えるっていうことは試合数が増えてくると思うんで、しっかり50試合っていうのを個人的な目標にして投げていきたいと思ってます。一昨年日本一になって去年が負けてしまって、もうこんなに違うんだっていうふうに感じたんで、そこはやっぱり勝ちたいです。まあ、しっかり球も見れるようになってきましたし、本当去年からちょっと実戦離れてたので、そういったところもしっかりと打席に立つことができたので、はい、いい感じに来てると思います。まあ、まだ自分自身1年間、1軍の戦力として戦ったことがないので、今年は1年間戦力になれるように頑張りたいなと思ってます。まあ、先発としてやっぱり活躍したいなと思うので、1年通して1軍のローテーションを守れるようにやっていきたいなと思います。やっぱ競争が激しくないと強くならないんで、まあ、そこは全然チームにとってはいいとは思いますけど、まあ、チームが勝てば勝てる方向に行けるように自分も仕事したいなっていうのはあります。チーム一丸となって頑張るので応援よろしくお願いします。まあ、一番年上なんだよね。まあ、やりやすい雰囲気、声がけ、まあ、試合に出ていく選手がね、やっぱ思い切ってプレーできるメンタルであったり、そういう状態にしてあげるのも大事かなと思いますし、やっぱ4連覇目指してますし、また日本一っていうところも目指してますし、まあ、そのワンピースにしっかり、ね、個人的にはなれるように1年間怪我なくやっていきたいなと思います。まあ、順調というか逆算してしっかり調整はしてるんで、はい、しっかり迎えたいと思います。まあ、分かりやすい言葉を使うと自然体で、まあ、シーズン完走できたらいいですかね。まあ、1試合1試合、目の前のプレーに集中していいパフォーマンスをできるように、準備するだけかなと思います。まあ、一喜一憂しないっていう、まあ、常に前を向いてどんな時でも、はい、プラスに捉えてやっていきたいなと思います。打順とかポジションはね、まあ、去年もそうやったと思うんですけど、いろいろ変わると思うので、まあ、その与えられたところで、しっかり、まあ、仕事ができれば、はい、いいかなと思っています。まあ、挑戦できるので4連覇っていうところに、まあ、そこにしっかり貢献したいなっていうのももちろんありますけど、まあ、毎年なんやかんやこう怪我で抜けたりしてるので、まあ、なんかこうやりきったっていうシーズンはまだないので、まあ、今年なんとか怪我なくシーズン完走できるようにっていうのは、はい、思ってるので、まあね、いろんな持ち場あると思うんで、まあ、与えられた場所で、まあ、一生懸命やるっていうのは変わらないんで、はい、そこを一生懸命やりたいなとは思ってます。はい、すごい力もらってます。頑張ります。応援よろしくお願いします。で、そう思ってもらうのは嬉しいですけど、やってるプレイしてる僕たちはそうまだまだ思ってないですし、はい、もうどんどんまだまだ勝ち続けなきゃいけないと思うんで、はい、まだまだこれからだと思います。なので、そのために今年もしっかり勝って4連覇目指していきたいと思ってます。マウンドに上がるときすごい声援ね、大きな声援で応援してもらってるんで、僕だけじゃなくて本当みんな力もらってますし、本当ありがたいことなんで、また今年も球場に足運んでいっぱい応援していただければ嬉しいなと思います。まあ、打撃でいうとキャリアハイを目指してやっていきたいですし、今シーズン、キャッチャーとして出場できる試合っていうのを、一試合でも多く作りたいなと思ってます。まあ、若も寮も、
福永もライバルいっぱいいてますけど、その中でも一番いいキャッチャーって言われるように、はい、頑張りたいなというふうには思ってます。まあ、もちろん4連覇と日本一奪還リベンジします。はい、オシーズンやってきたことをこれからどんどん出していけたらなと。本当に投げてて野球が楽しいですし、ホームゲームはもちろん、もちろんというかたくさんのお客さんが入っていて、まあ、地方というかビジターゲームでもたくさんの敵チームの応援がいる中、一部が喜んで騒いでるっていうあの空間が本当に最高だと思うので、そういう機会をどんどん増やしていきたいなと思ってるので、防御率だったり勝ち星だったり一番を目指して頑張りたいなと思います。もう常に安定して出れるようにするのが、大事だと思います。まあ、僕も今年33歳なんで、はい、もう残り野球人生少ないと思って一試合一試合、悔いのないように大事に戦っていきたいと思います。年々ファンの方の人数も増えてきてるなっていうのは試合してても感じますし、はい、もうそれだけやっぱ仲間は一人でも多い方が心強いんで、はい、ファンの皆さんと一緒にまた優勝できたらいいなって思ってます。